あれ渡部やんのかこれ。これは自動車しか入れん感じやね。おや。どうやったら歩いていけんねん。歩道橋あんのかな。そう、さっきの地図見た感じやと駅前からこっちの方にストーンとなんかショートカットできそうな感じやったんやけど、あ、一応道あるのか。この上はだって、うん、人は歩けんよな。あ、一応なんか道はあったのはあったんだな。あとでバーチャル空間散歩でもして答え合わせしようかな。どっか行けるんでしょうね。やっぱり第5項に出てる暗量かな。表情とかに使われる暗量っていう、シャリっていう字ですよね。渡っていけるの？どうやったら渡れるんだこれ。これだけがただ響く自然のエコを。え？人のどうやって渡るんだこれ。渡り方がわからん。向こうこうかな。ここただの住宅街やもんな。あ、いいや。もう諦めて。ほんと、かっこいいな、これ。ああ、でもそっち、こっちであんのか。もう電車来たし、間に合わんし。そのまま、まっすぐ歩きゃよかったやな。あ、あ、お、ホーム、あずめかしホームで、そこやな。行くね。あ、でも、そこもさっき歩いとったとこやもんな。ちょ、何かしらこっちに来れたんや。あ、今のが乗ろうとしとってたのだとしたら、ようなくな。こっち側行った方がいいかな。この道沿いに行った方がいいはずなんで。よいしょ。広報板、このとこにあるね。トマト屋に調べりゃよかったんですけどね。このところ、すげえ幻の階段がある。いやー、でもそうやね。ほどがないもんね。通ったらあかんよって感じになってますもんね。おとなしく通りますね。これもちょっとこの、出た道に合流できるのかな。あ、サイデが出てきた。なんかこの近く古墳あるんだ。どこにあるの。あ、この家が建てるところの向こう側に古墳あるんだ。あともおるわ。おはようさん。余計おるな、鳩。何を食ってんねん。
四日市やったごま工場のね、あたりにめちゃくちゃ鳩いますよね。あのあたりの鳩ね、ごまのカスを食べとるみたいで、非常に良質なね、お肉じゃなくて、鳩さんになってるんですけど、よっぽど枝が転がってるんでしょうね。ごま工場ですからね。本当にね、全然飛べねえのね、あのあたりの鳩。羽ばたかせるんですけど、全然なんか体が重たくてポトンと折ってくっていう、お前ら鳥として大丈夫かっていう、鳩さんがいっぱいいますけどね。意外と走っとると、普通ならね、飛んでくなと思ってた、飛べへんのかいってなるっていうね、こととかあったりしますけど。さあ、大阪府道かな。これ、あ、そっちがあれなんだ。すごい。これ古墳なんや。でかっ。あ、古墳沿いを越えて歩けるようになってんだ。なるほどな。ああ、こっちから来た方が良かったね。これはウォーキングにちょうどいいや。でかいね、こうやって見ると古墳って。へえ。なんか泳いどる。すごいですね。そこが入り口だったのかな。地図で見ると重きし前方後円墳の北墳って聞いたんですけど、くらい見るとこんな感じなんですね。堀もがっつり作ってあるんで、ただこれあんまりこっち側走っとる歩いとると駅にたどり着けん気がするんよな。なんか今ぐるっと回っちゃってるもんな。これいっか、このまままた映画の衝撃に戻ってったらいいか。ぐるっとウォーキングですね。あ、ここにありますね。大塚逆五号がさしても大塚両方参考地、っていうあれなんですね。どういうのこれ。よく見たら宮内省じゃん。待って、宮内省っていつの大正とかじゃねえよ。書いてある。ここに入る。ここ、かしこに入るべからず。つまり立ち入り禁止ってことですね。そう、今はね、宮内庁ですもんね。あ、ここにこんなのがある。あと4度こ。羽ばき大塚山古墳。へぇ。ちょっと眩しくて読みにくいけど。あ、最近あれですよ。写真から文字化するっていう方法を覚えたんでね。それをテロップにしちゃおう。全長335メートル。幅230メートル。でかいね。そうですね。この辺りは、今日も、こういう、でっかい、古墳が結構あちこちあるみたいですもんね。今、Google マップでね、次の滝谷不動の方行く、やつ調べとったら、なんか、ボコボコと、こんな古墳が、あちこちに。歴史ある町ですね。でも冷静に考えてみたら宮内庁なんだ。大体この手の文化財になってると文化庁の扱いになっているところが多いですけど、やっぱあくまでもあれか、天皇の墓なんで扱いとしては管轄は宮内庁になるんですよね。へー、
すぐ横はもう住宅街になってんだな。